うちのメンバーにさ、陽キャラのケイコがいるじゃないですか。いますね。あいつね、最近調子乗っちゃってる。うん、結構調子乗ってるよ、もともと。もう、ファンがいすぎ。あいつだけね、うん、確かに。比率がなってない。ちゅうことで、今日は、あのね、ケイを、ボッコボコにしちゃおうかな。おー。本ですね、こう持ってきた企画は。うん、こっくりさん、本当に降臨しちゃうドッキリーっつってね。あ、物理じゃないんだ。物理じゃない。こっくりさんの皆さん知ってますでしょうか。こっくりさんっていうのは、まあ、男女でやるとめっちゃ楽しいって言われてる。そうなの、うん、そりゃそうでしょ。だって、10円玉の上に人差し指が乗っかるんですよ。で、まあ、1人、2人なら、まあ、10円玉の面積的にね、まあ、大丈夫ですけど、まあ、30人とかになってみよう。30人であんまやんない。30人でコックリさんやってみよう。この紙の上に10円玉を置いてね、コックリさん、コックリさん、おいでなさいませ、みたいに言って、まあ、コックリさんを降臨させるわけですよ。うん、で、どういう心理か、コックリさんが降臨すると動いちゃうんですよね。なるほど。10円玉は、本来の遊びだと。でも、あのね、そんなね、存在しない、本当は。あ、そうなの。コックリさんいない。存在しない。だから、今回は、俺たちの指の力でコックリさんを、もう無理やり引き出そうっていう。だって、コックリさんが動かしてるのに指を置く必要ないし、ね、そもそも、ね。確かにね。今日は、コックリさんに質問してって、で、僕たちも合図決めちゃって、はいの時は、俺が頭をかいて、はいにする。いいえの時は何もしないとか。そんで、最終的に、コックリさんの好きな人は誰ですかって聞きます。そう。K に動くわけなんですよ。おー、怖いね。そしたらもう K はもうビビっちゃって、もう多分ね、泣き叫ぶと思うよね。そんな、こちらで質問は結構考えてやるんですけど、 K が質問した場合は全部ハテナに持ってきます。なるほど。このコックリさん、びっくりマークとハテナマークがあるね。そう。じゃあ K をコックリさんで泣かして行こう。泣かせます。ね、ん？うわ、キツネ。うわ、ゴーモリ。ゴーモリ。ゴーモリって何？こんなとこにいるわけねえだろって。うわ。やばい。ちょ、待っとけ。あんまこれ力なくやれたら多分髪ちぎれちゃうから。ギュッと押さないで。まあ、ギュッと押すことはない。ということでね。はい。やってきました。公園です。夜の公園っつったら。やっぱり不気味な感じするじゃないですか。雰囲気あるね。するね。ここでコックリさんをやっていこうと。コックリさんって知ってますか。まず俺、まあ、聞いたことあるけど、うん、人生でまだ一回もコクったことないんだよね。それそれコックルさん。ちなみにこれあれだよね、高齢術終わるまで話しちゃいけないんでしょ、うん、おー知ってんだ。それはなんか聞いたことある。せーの、コックリさん、コックリさん、おいでください。もしおいでになられたら、はいへおすすめください。いや、ナイキずらしたぞ、ちょっとで。夢ずれたぞ、ナイキを。おいおい。なんかこれ語りかけるし、何回も。一発目で来るわけないもんね。忙しいから、コックリさんも。ちょっと待って。あ、待ってね。カメラの仕方ない、カメラ。コックリさん、コックリさん。もういでください。もういで、もういでください。おすすめください。もう、もう、もう、もう動いて、動いて。お前バカ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 。はいだ。高齢されましたね。てかこれ、はい戻るんだよ、これ多分。コックリさんが戻ってないんだよ、これ。戻していいんじゃない、これ。戻そう、一旦。いいよ。ちょっと。なあ、お前これやばい。お前こっくりさんロード潰すなよ。わかわかわか。みんな力入れすぎなんだよ。俺降臨してんじゃねえのか、お前。話してんじゃねえぞ、もう余裕で。はい、行こう。こっくりさんは陽キャラですか。はいの時は俺が頭をかいてはいにするとか。まあ反応がないですね。次の質問いく。K でいいんじゃない。俺行く。これ俺試してみたかったんですよ。コックリさんで何でも答えてくれるらしいじゃないですか。キツネを英語でって言ったらホックスって言ってくれるじゃないですか、うん、だからこの質問をぶつけてみたい。コックリさん、タヌキを英語で教えてください。おお。ガチ？ガチ？え？入れてないよ。ちょっと待って怖い。本当に？入れてねえよ。破れる破れる。ガチで。
これ本当にマジで、え、本当に誰かやってんじゃない、やってねえ、お前だろ、いや、やってねえ、本当にやってない、やってない、だお前だろ、で、毎回ないけど、お前それ動く、お前それあんま疑うなって人、お前かもしれないじゃん、それ、え、ガチだ、ほら、俺今関節曲がってるっしょ、えほら関節曲が…関係あるんですよ、関係あるそれか、あんま関係ないガチ、え、めっちゃ怖いんだけど、は、初めてだよ、俺タヌキってなんで言うの、ごめんなさい、滑り悪くてごめんなさい、どこ向かってんの、ちょっと待って待って、えどこ行こうとしてんの、待って待って、ハテナだ、わかんねえのかい、わかんないってこと、別に全知全能とは言ってないしね、まあまあ、じゃあこの状態からなんだろうね、多分コックリさん失礼すぎない、これ環境悪すぎだろじゃあコックリさん、コックリさん、はい、俺じゃねえわ俺が今、はいって言っちゃった、お前、危ないぞマジで、違う違う、今マジで素だって、コックリさん、コックリさん、はい、お前何、はい、何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 、ちゃんとやる、ちゃんとやろ、どうしたの俺、コックリさん、コックリさん、コックリさんは女の子ですか、あ、気になるんですよ、おー、確かに、また移動距離長いえぐれてるハテナが、え、ハテナ消えた、ハテナ消えた、なんでこれ外でやったんですか、もうハテナ使えんやえ、ちょっと待って指落ちそうなんだけど、なんか待って待って、お前右から落ちたらやばいっすよコックリさん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 やばい、コックリさん頑張れ行きの前だ、これコックリさん、ここは協力してあげる、ここコックリさん、うん、おい、はい お前らもうこすってる、いや、こすってる、こすってる、こすってるだろ、こすってない、こすってる、あ、ずるい焼けた、こっくりさん、回り道した、シワ避けた、長旅ご苦労様です、はいだ、はいだ、はい、マジ、こっくりさん、はいだ、女の子なんだ、女の子なんだ、え、じゃあさ、ここでさ、ちょっと気になる質問あるんだけど、うん、いい、結構タブーとされてるんだけど、はい、これコックリさんのゲームって実はコックリさんについて質問してはいけないんです、うん、そうなの、今聞いちゃったじゃんでも本当じゃん、だからもうすでに2回タブーを起こしてます俺ら、陽キャラですかと、おコックリさんは女の子ですか、俺だけじゃない、やば、次の質問は、うん、コックリさんの好きな人は誰ですか、おー、おー完全にさ、これ俺らのトーク待ってくれてたじゃん今、待って待って、ちょ待って、潜ってる潜ってるコックリさん潜って、お前やばいってこれ、え、この場合どうなんの、乗られたりしないね、話してないもん、ね、どうすんのこれ、俺ら読み取れるまで帰れない、やばい、犬が鳴き出した、一回地上に戻した方がいいんじゃないこれ、いや、話したいから雑いって最初動いてたね、いい感じ、お、お、来た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 、教えてくれるんですね、ついに、お前いや、完全にお前置き換えたよ、置き換えて引っ張っただろ、お前も、俺、無意識無意識、ガンで無いね、お前俺の置くとこないって、もうだからさ、おい、グリグリさ、お前もうマジお前なんだよえ、待って待って、これかーきーくけけだけだなのかな、え、うわこれ、え、うわあーいえ、ケイそしたら、ケイに動くわけなんですよ、おー、怖いね、もう多分ね、泣き叫ぶと思うよね、どうすればいいの俺あ、でも全然彼女いないんで、もしよかったら今のうちに付き合っちゃいますか、じゃあ、待って待って待って、うんうんうん、
やばいやばい。なんこれ、なんこれだ。もっと寝れ。ポリス。